声を皆様から伺ってまいりました。いろいろな世代の方からお話を伺ってまいりました。子育て世代の方からは教育支援何とかしてほしい、そのような声がやはり一番多かったです。子供を育てるのはとてもお金がかかります。特に教育費大変高くなっております。教育費の無償化、高等教育の無償化、特に第2子以降の高等教育の無償化進めていきたいと考えております。第2子第3子を諦めなくていいように、お金のために諦めなくていいように進めてまいります。都民ファーストの会、茜学舞、茜学舞と申します。